でしょうね。そうですね。さあ、相手は日本の浅田真央選手です。15歳。残念ながら2連覇は達成できませんでした。しかし去年のこの世界ジュニアで初めてトリプルアクセルを成功させた選手とクレジットされた上に、今シーズンはですね、ISU 選手権大会の女子のショートプログラムで初めてトリプルアクセルを成功させた選手と初めてでした。蝶々のような、これはとてもね、あのこのリズム魅力的ですね。女子シングル銀メダリスト、日本の浅田真央選手でした。そうですね、世界ジュニアでは2位だったんですけど、大シニアの大シニアに勝って、シニアの中ではトップですからね。そうですね、本当に楽しいです。